あ、そうね、尻尾ね。なんか私は触らせてもらえてたけど、アンジュめちゃくちゃに追いかけ回して触りに行ってましたねいや楽しかったディフェンスされてましたね。どんな感触でした？教えてあげない以前は普通になんかただ触るだけみたいな感じやねんけど、なんかんじさんはなんか普通に触ろうとしてませんよみたいな感じで近づいてくるわけ、まあ、なんかあのほんまあの漫画のさ、気にしてないふりして口笛吹いてる人みたいな、全然なんか尻尾とか触ろうとしてませんよみたいな感じで近づいてきてからバッてくるから、もうなんか反射で避けるなんかその感じで来られたら逆に逃げるよな